東北本線北王子線北王子線を行く貨物列車北王子線は東京都北区の田端信号場駅と同区の北王子駅を結んでいた日本貨物鉄道の鉄道路線の通称である正式には東北本線の貨物支線であるかつては途中から同じく貨物線のスカ線が分岐していたかつての起点は王子駅であったが国鉄分割民営化の際に 田畑三沢駅起点に改められた。ただし、それ以前から同駅が実質的な起点であった。また、東日本旅客鉄道から借りている路線ではなく、JR 貨物が第一種鉄道事業者として自身で線路を保有していた。田畑信号場駅の入れ替え用のディーゼル機関車がコンテナ車を牽引して1日4往復していた。 機関車の全部には監視員が天井し安全確認を行っていた。2006年3月大赤い星から従来は有害車ワム8万で運行されていた列車がコンテナ化された。王子大火十条間の北王子線は国鉄線として開業する以前に王子製紙の専用鉄道として存在していた。 下十条駅にあった同社の十条工場は1910年5月に印刷局の工場として開業し、1916年7月に王子製紙に払い下げられた。その後、1926年8月16日に王子から下十条までの専用鉄道運輸の免許を受けている。スカ線は化学工場の原料や製品輸送を目的として、 関東山荘が、不設申請し、関東山荘が合併した大日本人造肥料の専用鉄道として1926年7月22日に運輸開始認可されて開通した。王子4丁目交差点においては、王子電気軌道と平面交差をしていた。昭和に入り、スカ線の沿線の王子6丁目付近に、 陸軍造兵省都島町団場が設置され、弾薬輸送が行われるようになった関係で、1927年12月20日付で、北大路線、須賀線とも買収され、鉄道省の路線となった。この頃まで重油多機に改造された C50 形蒸気機関車による運転が行われていたが、弾薬輸送に際して、火の粉を煙突から吐き出す。 蒸気機関車は危険という判断がなされ、蓄電池の電力で走行する AB10 系蓄電池機関車が導入された。しかしまもなく、1931年にスカ線は電化され、AB10 型もパンタグラフを搭載する改造を受けて EB10 型となり、引き続きスカ線で運用された。第二次世界大戦後、陸軍造兵省の跡地には、 東京セロファン市東京工場や、アサヒ電化工業オグ工場などが進出し、これらの工場へも、スカ線から専用線を分岐して、やはり同様に、e b 重0電気機関車が、貨物列車を牽引した。1969年の最盛期には、最大1日後往復の貨物列車が運行されていた。1954年当時、これらの工場方面へ向かうバスは、 非常に混雑しており、王子から神谷方面へ向かう路面電車も混雑していたことから、須賀線を利用して国鉄が電車を運行する構想が沿線の帰宅によって持たれた。王子駅と須賀駅の間に王子4丁目と豊島6丁目の二駅を置き、所要時間は7分、途中に列車交換設備を設けて朝夕は15分間隔。 日中は30分間隔で走らせる構想で、帰宅が依頼した国鉄の専門家も4両編成程度の電車を走らせることは可能であると判断していた。その後東京鉄道管理局に陳情を進める方針であったが、そのまま構想は消えてしまい、実現しなかった。その後、沿線の工場がもたらす公害が問題視されたこともあり、 まず1969年に日産化学工業が千葉県に工場を移転させ、続いて東京セロファン、旭電化工業も相次いで工場閉鎖したため、1971年1月19日にスカセンの最終列車が運転され、3月1日付で正式に廃止となった。スカセン専用に使用されていた EB10 型も、 1972年2月付で、廃車となった。京王井の頭線の電車不足を救済するために、貸し出された一時期を除けば、製造から廃車まで一貫して、スカ線のみで使用された機関車であった。スカ駅の跡地でもある、日産化学工業の工場跡地は、豊島五丁目団地となっている。1971年のスカ線廃線以後は、工場群撤退後も、 倉庫として使用され続けた、十上製紙、十上工場へ向かう北、王子線のみが残された。それも2014年3月12日、日本製紙が北王子駅専用線の貨物取扱いを終了する意向を示したことにより、北、王子線を14日をもって運行終了することが発表され、同日に運行を終了し、7月1日に廃止された。 廃止前の北、王子線に踏切は全部で4つ設置されていた。そのうち王子駅から数えると、第2、第3の踏切に隣接する王子四丁目公園の三角形状は、スカ線分岐の名残である。スカ線で使用されていた、e、EB 重軽機関車スカ線跡地を利用した、王子四丁目公園運行最終費の貨物、列車全駅東京都北区に所在。王子駅、スカ駅。 ありがとうございます。